2024年の機内です。あまりに景色が素晴らしいので、ちょっと中継しようと思います。今見えてるのが、おそらく、アルプスですね。下に見えてるのは湖ですかね。山に詳しければ、あれがメンヒ、イユングフラウヨッホ、マンハッタンということが言えるでしょうけど、全然わかりません。とにかく、さっきからもう10分、15分、こういう景色が続いています。おそらく飛行機の高度は3万5000か3万7000フィート。メーターに換算すると1万2000メーターぐらいは飛んでるはずですけども、それでもこれだけの威を誇るということは、さすが4000メーター級の大アルプスですね。よくぞ窓際の席に座りました。というか私が座ってるところは、私の列すべて一人占め、三席一人占め、左旋回してますね。いやモンサンミッシェルも素晴らしかったですけど、このアルプスはもうため息が出ますね。これおそらく登らなくても窓越しじゃなく実際に見たらすごい感動するでしょうね。ちょっとズームしてみましょうかね。私は今回ほどこの飛行機旅を感動したことはありません。もう本当に、まあ、仕事になるんでしょうけど、最高の仕事ですねこれは。撮影だとあまりそこまで分かんないですが、実は夕日に当たって本当に美しい光景が広がってます。ちょっと今度は飛行機の中を見てみましょうかね。飛行機の中はこんな感じで、また食事のサービスが終わったところですね。私の食事はこんな感じですね。ちょっと汚くてすいません。そろそろもうアルプスも終わりですね。ということでトルコ航空の中から深川がお送りしました。それじゃあまた。